こんにちは。散歩したろう。バーチャルアシスタントのアイカです。今回は先日アップした南大沢周辺の公園散歩の公園になります。では改札を出てアウトレットパークとは反対方向の左側に進みます。大橋を渡ってしばらく京王線に沿って歩いていきます。前回は想定以上にバタバタしちゃいましたが、今度はどうでしょうか。He's sitting on the driveway, thinking about the past day. It could have gone better. 最初の目的地、別所山桜公園に着きました。His father comes out with a beer. He says, son, don't just sit out here. Go get her. Go get her. Cause you know, love's got a lot of moving parts from unknown brand and make. There's gonna be a lot of stops and starts, both good and bad mistakes. さすがに冬の時期は桜は咲いてませんけどね。目的地へ。はい、こちら長池公園です。こちらの最大の見どころ、ちらっと見えてきましたよ。
これが見たかったんですよ。南大沢の公園のイメージがこの橋だったので、部屋から移転してきたんだって。前回行った伝承寺公園の先を歩くとここに出るんだな。こちらは橋のモニュメントだそうです。建物もかっこいいな。なんだろう。向こうには一転して緑豊かな池がありました。先ほどまでと全然イメージが違う。この辺は個人的には慣れ親しんだ光景ですね。
左の方が炭焼き小屋か。行ってみましょう。本当に先ほどまでとは全然違う光景ですね。四季の森公園を思い出した。この公園の池の水は緑色が深い気がする。里山口の方に出てきました。一旦ここから先ほどの雑木林トレイルに戻ります。そして目指すのはこの公園の名前の由来にもなっている長池です。Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraidAnymore, I know you haven't noticed. You know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. まれて黙々と雑木林を歩いてる。長池に到着。長池伝説。その昔、浄瑠璃姫というお姫様が薬師如来像を背負ってこの長池に身を投げたそうです。小さくて綺麗な池だけど、そんな悲しい物語を秘めているんだね。南エントランスゾーンまでやってきました。いかがでしたか？長池見つけ橋を見たいから始まった南大沢の公園散歩、意外な展開が待っていてとっても楽しかったな。まだまだこのエリアには新しい発見がありそうです。それじゃあまたね。